グアムクイナは、長光ツルメクイナ科に分類される鳥類。アメリカ合衆国。グアム島に再導入、ロッタ島に移入。全長28センチメートル。尾葉は短い。上面の羽衣は、褐色や高褐色で、頭頂や目先、頬の羽衣は、赤褐色。目上部には、眉状に、灰色の筋模様が入る。部から、胸部の羽は、灰色で、 羽毛が生え変わった直後には、炭鉱色や高褐色の帯模様が入る。胸部から腹部の羽衣は黒く、白や炭鉱褐色の細い縞模様が入る。光彩は赤い。光子は淡褐色。森林、低木林、サバンナ、草原、農耕地などに生息していた。夜行性、飛翔することはできない。植生は雑色で、陸生の巻き貝、昆虫、 小型爬虫類、動物の死骸、花、果実、種子などを食べる。繁殖形態は卵生。周年繁殖仕草を組み合わせたお椀状の巣を雌ゆで作り、1から4個の卵を産む。雌雄交代で放卵し、放卵期間は19日。人為的に移入された猫、豚、南洋王頭による捕食などにより、生息数は激減した。 1981年における生息数は2000は、1983年における生息数は100羽以下、1987年には野生個体は絶滅したとされる。1982年から飼育家個体を繁殖される。試みが進められ、1987年にロタ島に移入、1998年に グアム島北部の南洋大頭を駆除し囲い込みをした地域に再導入された。ありがとうございます。